テクテクテク。ちょ、ナミちゃん言ってみ、ナミちゃん言ってみて。テク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 。逆逆、向こうに変える。あ、はい、あ、テク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 。はい。違うって。あ、浅見並区の7坪しかない狭い店。ちょ、ダメ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 。僕やる。ちょっと、手本見せてあげるよ。テク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 。広島市浅見並区の7坪しかない狭い店、エルワンサイクです。ワクワクしますか。やっぱうまいね。うまいでしょ。もうだってだって YouTuber だから。ひょっこりはんだ。ひょっこりはん違うわ。なんと今日はですね、まあ、タイトルのある通り、じゃあ一言お願いします。おならブレブレ。違うわ。タイトルにある通り。そうなんですよ。そうなんですよ。なんとビンディングシューズの無料、はい、何？おしっこでしょ？ちょっと待って。ビンディングシューズの無料貸し出しを行います。パチ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 。ここでのパチパチパチ。あ、ここでパチ。これ何かというと、車系ユーチューバーのしーちゃんさんっているんですよ。しーちゃん知らんでしょ？しーちゃんさん。僕それちょっと結構好きでね、うん、その女性なんだけど、うん、その BRZ っていうスバルのね、あの86じゃないやつ乗ってるんですよ、うん、それが面白い、ね、パチ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 。でもしーちゃんさんが自転車買う場合は僕全面協力しますんで。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。しーちゃんさん、ちょっとナミちゃんに似てる感じ。雰囲気が。何それ、なんかちゃんと手ぶれ。じゃ大丈夫。それ大丈夫。で今日はパチ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 乱す。だ今日はパチ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 。突っ込まんすもういい。おお、かっこいい。で今日はあのビンディングシューズの無料貸し出しを行います。あ、パチ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 、はいはい、そう、商品です。それえ、いやいやいや、後で突っ込む。はい、それでね、このその貸し出しするシューズですよ。もうジーパンが早くこう色落ちしてほしいから、あえてこう、ね、あえて膝擦ってるの。そうそうそう、もう膝擦り。バイクだと膝擦れないじゃん、うん、自転車って膝擦れるんや。擦れんでしょ、自転車でも。逆じゃない、ね、でこのシューズはもともとお客さんに、まあ、販売するように、まあ、注文したやつなんだけど、はい、まあ、今日もね、うん、そのお客さんがビンディングシューズ実際どうなんですかと、うん、いう、まあ、問い合わせが昔からあって、うん、もうじゃあ とりあえずもう履いてみればいいじゃんと。うーん、え、まあ、これ別のお客さんだけど、うん、その外すときこけるんじゃないですかとか。あ、よくある。そう、あるこけるんじゃないですかとか、うん、あと外すとき硬くないんですかとかじゃん。いやもういやでも大丈夫ですよ。いや本当ですかって言われるのもめんどくさいから、うん、もう無料とか貸し借って貸しますと。あ、なるほどね、うん、それで今回貸すのはシマノの SPD のシューズと、まあ、それをクリートつけたシューズが、サイズがね39、ダメだよこれ、高い自転車かこれ。39、40、41、42、43、だいたい24センチぐらいから、まあ、28センチぐらいに対応したシューズがあるので、それをこう全部無料で履けると。か、もう貸します。履いてサイクリング行っていいってこと。全然全然いいよ。ラッキー。ラッキーでしょ。それでね、もっといいことは、危ないな、もうもっといいことは、その県外の方でもね貸しますので。その際は往復の送料だけください。払ってもらえれば。なるほど。で僕はこれ何がしたいかというと、やっぱジロのシューズって幅が狭いんですよ、うん、狭いけどかっこいいじゃん、うん、あとはそのビンディングを履くことでサイクリングが楽しくなってほしいじゃん、うん、まあ、そういうお客さんをより増やしたいので、もともと僕が、ね、自転車になった、ね、理由は自転車楽しいから、その楽しさを伝えるためになってるわけなんで、ね、だからこれをね使っていただいて、まあ、なんだったらこれのが売れてもいいし、で売るときはこれじゃなくて新しいやつ注文するからね。うん、おしっこっていう感じですよ。39から44まで自分で行ってこい。何センチの人それって。行く？じゃあちょっとおしっこ行ってくるんで、ちょっとナミちゃん話しつないでって一人で。
何がいいかな。あと僕とまゆみちゃんが出会ったきっかけとか、ね、きっかけはもういいから、はい、早くしてよ。いってらっしゃい。じゃあ何がいいかな。じゃあつけ麺にしようか。つけ麺でもいい？つけ麺でもいい？いいよ。いいの？わかった。じゃあつけ麺に話しとくね。いい？いい？わかった。じゃあつけ麺の何が美味しいかっていうのを言うと、なんか別にどれも一緒なんですけど、あの麺を箸で取ってつけだれにつけた時に、あのちょっとタレが沈むぐらいのちょっとドロッと感がついて、この箸で麺を揚げた時にこうタレに浸った麺と麺についた唐辛子とか、ああいう辛いのがもう見た目が美味しいんですよね。何が美味しいかって映ってるでしょ。え、映ってない映ってるでしょ、大丈夫。ちょっとダメだよ、ちょっと履かなきゃ。安心してください、履いてますよ。トイレ行った？出た？グーして、グー出ましたの、グー。私がちゃんとつけ麺の美味しさについて語ったから、ビンディングシーズンなのに。だこのちょっと言って、で今回その貸し出すリンコン、リンコン、え、ピンコン、ピンコンじゃない、リンコンだって。リンコン、はい、いいよ、リンコン、まあ、リンコンっていう、あ、こうだ、今回僕の言い方悪かった。今回貸し出すシューズの名前はリンコンっていう名前なんですよ。はい、でまあリンちゃんとかけてね。へえ、はい、嘘じゃん、いいよ、もうごめんごめん、はい、どうぞ。でこれ特徴ね、このダイヤルね、あのいいやつね、カチカチ、そうそう、やっぱ紐めんどくさいからね。結局これがいいから。めんどくさい人はカチカチを選択するのがね。まあ、実際今紐のやつが在庫なかったからこれ。まあだからできればね、エレファントサイクでこれを使っていただいて、うちで買ってもらえればまあ嬉しいけど、はいはい、まあ、もしね近隣のショップにジロのこれがあったらそこで買ってもいいかなみたいな。本当はうちで買ってほしいけどね。え、オンラインショップもできるのこれ？あ、できるけど、もうだって一応在庫ゼロにしてる。もし欲しい人はもうくれっていう LINE で連絡いただいて、それで発注する感じ。あ、で発送できますよってこと。そうそう、なんだったらこう発送する、新しい商品を発送するときに今持ってるこれをね、こう返してもらってもいいし、うん、そしたらその返信用の伝票僕出すから、着払いの。あ、なるほどなるほど、一石二鳥、一石二鳥、それがいいね。そうそう、よろしくお願いします。そうそうそう、でもまあやっぱね、好き嫌いあるんで、まあ、とにかくジローを試してみたい方はこれを、まあ、無料で貸し出するんで、お問い合わせお待ちします、はい、LINE までね、 LINE でね。ちなみに1個これ1万9000円ですから、それがなんと1,2,3,4,5ってことは約10万円です。4つしかないけど、もう1個ちょっとどっかにある。あ、そうなんだ、すごい、すごいでしょ、もう太っ腹でしょ。なんか他のメーカーとかでもなくて、ジロ試したいって人もいいかもね。うん、だってまあ今のところジロしか扱えないからね、うん、ちょっとあの広島信用銀行お金貸してくれないからね。もう一緒言うからね。セットみたいな感じになってる。セットはもうお金ないこれし、もう広島信用銀行だもん。ちなみに奈美ちゃん、今ビンディング何入ってるの？今ジロ入ってるか。今ジロじゃないよ、今何も入ってないか。え、今ジロ、あれジロだ、ビンディングはジロだと。クオックあるもんね。クオックもあるよね。あれあんま入ってないよね。え、クオックが黒いやつね、ロード用の。待って、分かってない。え、今一瞬飛んだ、リンコンって。これリンちゃんと一緒の名前、リンコンだって。それは本当？本当本当、リンコとリンと一緒じゃん。ほら本当だ、リンコンって書いてある。リンコ、写りいいね、かなり。よいしょ。でもダイヤルっていいよね、結構。以上です。お問い合わせ、お待ちします。
お願いします。じゃあ、りんちゃん、最後に一言お願いします。おならブレブレ。ちょっと違う言葉でお願いします。おならブレブレ。みんな大好きだからね。みんな大好きだよ。そうです。はい。あ、上手。ハート。熱い。頭熱いで。眠たい。ちょっと降りて。筋トレ筋トレ。ふい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 。じゃあ降りろ。重い。また、夏、また日を改めて、うん、つけ麺の美味しさについて語ろう。あ、まあいいよ、語ってください。お菓子買ってこい、コンビニで。じゃあ僕もなんかちょっと飲み物買ってきて。一緒に行く？一緒には行かないでしょ。お客さん来るから。じゃあ誰と行く？行こうか。行こう。え、じゃあ靴履いてないの？